さて、今月が一番危険です。対向車もハザードをつけながら走行しています。一気に前が見えなくなってしまいました。ホワイトアウトです。今年1月に道内を襲った今シーズン最強クラスの寒波と暴風雪。そしてその暴風雪に関して意外な事実が。今まで被害が出た大きな暴風雪災害については、やはり3月が目立って発生している状況になっています。実は3月が暴風雪による視界不良の事故が1年で一番多い月なのです。暴風雪被害をもう一掘りします。もう一掘り。実は3月が最も暴風雪による視界不良の事故が多いんですね。そう言われてどうしてピンとくるでしょうか、ね、そうなんです。2月じゃないんですね。そうなんですよね。意外ですね。こちら道警がまとめたデータがあります。昨年度までの過去10年間の発生件数の月ごとの合計です。こう見ると3月が最も多くて244件ということなんですよね。じゃあなぜ3月に多いのかというところが気になりますが、HBC のウェザーセンター近藤予報士によりますと、この時期暖かくなってくると発達した低気圧が北海道を通過しやすい季節になります。真冬に比べるとその影響で風が強くなって猛吹雪となりやすくなることが考えられるんじゃないかということでした。田村さん、この3月に暴風雪が最も多い、ご存知でしたか？いやー、もう暖かくなってくる季節っていう風にね、3月ってそんなイメージですから、これも意外でした ね。本当に意外というところですよね。ただ春の嵐ってよく聞きますけれどもね、そういうことが関係してるんじゃないかということなんです。じゃあなぜ事故やスタックが相次ぐのか。今年の1月に起きた暴風雪にヒントがありそうなんですね。こちらをご覧ください。1月25日に東別町などで合わせて70件余りもの事故、そしてスタックが発生しました。この青い丸、いろいろついていますけれども、これがスタックした場所なんですね。で、どこで起きているかというのをちょっと見ていただきたいんですけれども、例えばこれ大きな国道です。で、これ道道。で、この国道からちょっと離れたところとか、この道道から少し入ったところとか、その大きな道路から外れた場所に多くなっているんですよね。これじゃあ一体なぜなのか取材しました。1月25日夜、石狩の国道231号線ではホワイトアウトが断続的に起こりました。路肩に止まっていた事故を起こした車、半分雪に埋まっています。この日、石狩や東別町などでは1月25日午前6時からの24時間で交通事故が43件、さらに雪道に車が埋まって動けなくなる30件のスタックが起こりました。最初の事故はここに、駐車もしくは減速した車に後ろから来た大型車が衝突した形で始まっています。発端は午前7時半に東別町の国道337号線で起きた事故でした。それをかわそうとした車が次々と追突事故を起こしました。警察は国道337号線を午前10時半に通行止めにしましたが、それまでに合わせて5件、12台が絡む交通事故が発生。さらに国道275号線や道道81号線などでも事故が次々と起き、通行止めになりました。一方、通行止めになった国道の周辺では午後からスタックする車が相次ぎました。当日どんな状況だったのか、最もスタックが発生した現場に向かいました。約車両20台ぐらいがスタックしたという通報がありました。この見ての通りですね、周りはもう何もない吹き差しの場所になってまして、当時風は非常に強く、ほぼ視界がない状態と聞いておりました。で、スタックにつきましては
この辺り一帯ですね、この辺り一帯なんですが、さらにあのカーブを曲がった先までスタックス車両があったと聞いております。当日周辺では最大瞬間風速で20メートル以上の風が吹き、気温はマイナス10度以下、まさに冬山と同じような天候でした。このような環境で生まれる乾いた雪は飛びやすいために、激しい吹雪や地吹雪が発生したのです。当時ですね、あの現場に救助に入った元あの山岳救助隊のですね、あの隊員だった北松院の話によると、視界がなくて何も見えないと、やはり身に危険を感じたということを話しておりました。スタックが多発したのは、普段大型トラックが通らない狭い町道。どうしてこのような事故が起こったのか、ドライバーから話を聞いた警察は次のように分析をします。当時国道と道道とか、あのその他の道路が止まったために、みんな迂回路を探し、さらにですね、通常通らない大型のトラックもがですね、こちら迂回路として入ってきたために、あのスタックして動かなくなったという状況が見受けられました。